規範文法。最後に到達するのは次のような陳述に見られる文法という語の用法である。It's bad grammar to end a sentence with a preposition. 文の最後を前置詞で締めくくるのは良くない文法、良くない言い方だ。このような場合、文法という用語で指されているのは、話し言葉、書き言葉として好ましい言い方、あるいは避けるべしとされる言い方のことである。上のような言い方がなされる際に背後にあるのは規範文法という考え方、つまり標準的な言い方とされるもののうちでも、あるものは正しく、あるものは正しくないとする評価に基づく一連の規定を立てたものである。英語アカデミーなどといったものは存在しないのであるから、権威ありとされるような一連の規定が特定の形で存在しているわけではない。そうではなくて、自らを権威者と目する人たちが評価を下しているということである。しかしそのような人たちの場合でも、容認度、適切性に関する判断は動揺しうるのが実情であるために、それを反映して判断が相互に食い違うこともしばしばである。この限定された意味での用法に関しての権威者たちが何よりもまず取り上げるのは問題ありとされるような用法である。つまり標準的な言い方の中でばらつきがある場合、問題があるとされる比較的少数の統合論的、語彙論的項目だけを取り上げるのである。そういった人たちの側から異論が唱えられると、一部の人たちはある種の用法は少なくとも形式ばった書き言葉の場合には避けなくてはならないと思うようになることもある。過去に世紀の間にわたって規範的な規則が次々に作り出され、それが形式ばった書き言葉の場合に守られるべき一般的な規範的伝統となって、学校文法や学生参考書、それに一般の人たちのための用法の手引き書といった形で、いくらかの相互間の違いはあるものの、具体化されるということが起こっている。規範的ということから生じる結果として、誤りを犯すのを避けようとするあまり、時として一部の話では、特定の規範的な規則を誤って拡大、適用してしまうということもあった。過剰訂正と呼ばれるこのような場合の一つの古典的な例は、The students whom I hope will join us。 私たちに加わってくれれば良いと思っている学生たちというように、whom という形を主語として用いるといった場合である。他にも、I wonder if he were here。 あの人はここにいるのかしらのような場合の疑似接続法的な were とか between you and I。 あなたと私の間だけでの話だがのような句における主格の代名詞 I といった例もある。本書での我々のまず第一の関心事は英語の文法を記述するということである。しかし折に触れて我々も規範的な伝統に言及することがある。というのもそのような伝統が過剰訂正に導くことがあるということがあるからである。そればかりでなく、ある特定の用法に対しての話し手の態度がそれに影響され、一部の母国語の話し手たちが少なくとも形式ばった文体、多少とも狙われた文体の場合にどの言い方を良いとするかという点で影響されるということもあるからである。例えばそのような結果として一部の話し手たちが If I was strong enough, I would help you. 私に十分な力があったら助けてあげるところなのにのような文で was をわざわざ were に取り替えてしまったり The teacher who I most admired. 私が一番尊敬していた先生で who を whom に訂正したりということも起こりうるのである。